ました、チャイコフスキー作曲花のワルツをお届けいたしました。1曲目2曲目とお花にお花ですとか、まあ、春にちなんだ曲をお届けしましたので、続いては100周年ということに、かけた曲をお届けしたいと思います。バーンスタインという作曲家でもあり、とても有名な偉大な指揮者でもあった人が作りました、ウエストサイドストーリーというとても有名なミュージカルがあります。その中からサムウェアという曲と、トゥナイトという曲をお届けしたいと思います。ちょうどバーンスタイン、ここ旧古川邸と同じ年に生まれたということで、記念の曲として演奏したいと思います。